して、おはようございます。本日司会進行を務めさせていただきます相沢志乃と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は小雨が降るとっても寒い中お越しくださいましてありがとうございます。安田講堂での開催も今回で2回目です。今回もますますパワーアップしてお届けしてまいります。皆さんのビジネスにお役に立てるような内容盛りだくさんでお送りいたしますので、どうぞお楽しみになさってください。それでは早速基調講演へと移らさせていただきます。本日基調講演いただきますのは、皆さんお待ちかね、日本アンドロイドの会会長の丸山藤雄先生より、変貌するウェブの世界、クラウドとクラウドデバイスのインパクトと題しましてご講演いただきます。それでは丸山先生、よろしくお願いいたします。丸山です。今日はクラウドとクラウドデバイスがインターネットの世界にどういうインパクトを与えているのか、ということを中心にお話ししようと思います。基本的には21世紀の最初の10年を振り返って、あとは去年の動きを振り返って、で最後にこれから何が起きるかということをいくつかの観点からお話しできたらというふうに思っています。で21世紀と2001年に始まります。2000年じゃないですね。でですから2011年まで続いたわけです。その10年というのはエポックメイキングなことでいうと、実は2001年の911が起きた年です。で211というのは311が起きて、この間の10年なんですが、世界もいろいろ動きがありましたが、なんといっても僕らの関心である IT の世界の変化は目覚ましいものがありまして、繰り返しになりますけれども、21世紀の最初の10年間で携帯は爆発的に普及しました。で2010年段階で世界人口の8割が携帯を持つ。これは先進国とはそういうのじゃなくて、全ての国を含めて、今世界人口大体70億ですから、56億人以上の人が携帯を持っている。多分今年中に60億人が携帯を持つようになっていると思います。インターネットはまだ普及は3割台に、 34% ぐらいですね。でこのことは何を意味するかというと、実はインターネットも素晴らしいメディアなんですが、携帯とインターネットを比べると、2つ並べたときに携帯を取る人が圧倒的に多かったということを示しています。で、この時期2006年から2011年にかけてクラウドが登場します。最初は Google のコンシューマー向けのサービスとして始まったのは、多分クラウドの起源と思ってもいいと思いますけれども、2006年にアマゾンの EC2 ができて、2008年にマイクロソフトの Azure が出て、それからもう席を切ったように、もう今無数のクラウドサービスが世界に存在しています。でもう一つ大事なのは、当然皆さん関心を持っているデバイス、クラウドデバイス、スマートフォンが2007年の iPhone、 それから2008年の Android の登場を皮切りに圧倒的に普及を始めます。で昨年度の統計ですけれども、アメリカでは携帯の中でスマートフォンの占める割合が去年で 30% を超え、今年は一部の速報ですが 40数%、半数近くがスマートフォンになったというふうに言われています。でクラウドデバイスって、これ今この間の結構長いスパンでいろんな IT 機器の登場をグラフにしたもので、一番上にあるのがPC ですね。PC はもう20年以上、30年近い歴史を持っています。だけどこのグラフを見ると、ちょっとやっぱり頭打ちってか、なだらかに成長が止まっているのは、数十年単位のスパンで見ると分かると思います。ここ右側のところをよく見てほしいんですが、これが実はですね、もっと大きく拡大しましょう。で、一番が PC の線なんですが、この数年で、Android や iPhone や iPad、でそれの伸びは非常に急速です。でおそらく来年ぐらいに PC を抜き去るという、この勢いから見たらそうなると僕は思ってます。でそれぐらいクラウドデバイスというのは大躍進を遂げていて、ある人に言わせると PC の時代は終わった、これからスマートフォンなりタブレットの時代だという、僕は PC はまだ生きながらえるとは思ってはいるんですが、勢いは全然違うということが、こういうグラフを見れば分かります。
で、この21世紀の最終10年間の2005年から2010年までの間に、実は世界のトランジスタの数は15倍になったというふうに言われています。で、この過去5年間の変化と比べると、これまで の十数年間、まあ、半導体の歴史は長いんで、これは60年近い、50年前からプロットしてるんですけれども、50年前じゃないですね、過去 の十数十年間というのは、実はこの5年間と比べると、半導体の数でいうと実は何 の変化もなかったと等しいぐらいに見える。で、逆に言うとこの5年間の変化は非常に急速だということです。で、残念ながら僕もこれ実はつい最近まで気がつかなかった。だけどスマートフォンは、日本のスマートフォンは実は低迷しています。普及は低迷しています。アジアでも先進国でも、これグラフちょっと見てもらえば分かりますが、オーストラリア 37%、 フランス 27% で、イギリスが 30%、 米国が 31%。 で、これは去年の数字ですね。で、アジアで言ったら中国が 35%、 韓国が 27%、 シンガポールが 62%。 これは去年の Google が世界30カ国スマートフォンに関する大規模調査ってやつで、その時点での数字は実は日本 6% なんですよね。で、これは非常に意外で、僕はもう去年実はもうアンドロイドはもう完全な普及期に入って、まあ僕はもうあまりやることないやみたいな感じで、この数字に実は驚愕をしました。で、このことをあまり言っても、なんか講演楽しくないんで、先々週までの世界で一番アンドロイドが進んでいる国は日本だという雰囲気で話はしたいと思いますが、インプレスは最近の調査でも 22.9%、 若い世代はだいたい4割から5割スマートフォンを持っているようですけども、全世代平均すると世界で最も遅れた先進国。なんででしょうね。今ケニアのマサイ族が携帯たくさん持っていて、ご存知ですか。多分マサイ族より日本遅れている可能性がある。いや、調べてみるか分かんないですけどね。あそこ 70% だそうです、携帯普及でも。みんな最近持ったばっかりなんで、みんな多分スマートフォン持ってると僕は思ってます。で、少しハードウェアの話をしましょう。で、基本的にはハードウェアの進化がそういう ICT の進化を規定するというふうに思ってます。で、それは今はマルチコアという形でいろんな変化が進んでます。で、こんなに処理能力高くてどうするのっていう思いもあるかもしれませんが、それは余計なお世話で、実はCPU の能力がいくら過剰になると、コンシューマーは楽々とそれを使いこなす、あるいは楽々とそれを消費する。で、もっと早い処理、もっと早いネットワークっていう、そういう欲求って多分限りがないんですね、というふうに僕は思ってます。で、ムーアの法則っていうのがあります。で、これは半導体の集積度が1.5 年ないし2年で倍になっていくというものです。で、これは半導体が出たときには、一つの CPU の中に大体最初は4004って最初の LSI ですけども、これは大体2000人クラス、だから一つの劇場に入る人間、ここの安田校の倍ぐらいの、まあトランジスタ1個1人の人間だと思うと、それぐらいの人が入ったんですが、あるところからスタジアム、これは13万個のトランジスタになり、で、90年代半ばには3200万ですね、大体首都圏の人口を上回り、今大体一つのチップにどれぐらいトランジスタが入っているかっていうと、大体中国の人口を上回るぐらいのトランジスタが入っているんです。これがもうバイバイゲームです。まあ、もっと大事なことは、単に集積度が上がるだけじゃなくて、価格も同じような割合で減っていって、で、だからたくさんの人に使ってもらえるというのがムーアの法則なんですが、で、下の方にインテルが昔発表したシングルチップコラルコンピューター、ワンチップで48コアのチップの写真を置いておきました。で、実は半導体技術はどんどん進んでいて、今プロセスがどんどん小さくなって、左側のがだいたい今の
32ナノプロセスっていうやつですが、右側は今度新しく出てくる、今年からだいたい始まりますが、22ナノ、同じ尺度なんですが、全然構造が微細になって立体的になっているのが3次元だそうですが、分かると思います。でその先もどん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 半導体の進化、今ちょうど変わり目で実はそこに大きな困難があるらしいですけども、多分それもやすやす乗り越えて半導体の進化は進んでいくだろうというふうに思ってます。今これはティレラってタイルアーキテクチャっていうティレラって会社ベンチャーですね、MIT に達成さんが作ったベンチャーですけども、これは今100コアのチップを予定しています。であとスマートフォンも実はマルチコアの時代に突入しようとしている。これ NVIDIA のテグラ3ですけども、これカドコア4コアって言ってますが、よく見ると5コアなんですよね。1つコアが隠れてて省電力モード待機の時にはその1つのコアだけ生き続けるって、そういうアーキテクチャで、一斉に稼働する時は4コアになるんですけども、コア数は多分5だと思った方がいいと思います。下のグラフは、まあ、今結構一番入っているそのデュアルコアの、これは A3 ですか、これは今 の iPhone に使われているチップですね。で右側、一番右側がテグラ3で、だから今の最速チップの多分倍ぐらいの性能を持っている。ただこれがどんどんアンドロイドに乗ろうとしているんですよね。で富士通は今年の夏にはテグラ3を使った乗せた新型 R を出します。それからLG ももうオプティマス の X4X ですか、そういうマシンをもう出してますね。 HTC も出すと続々カードコア4コアのアンドロイドが登場しようと思います。この4コアってのは実は多分おそらく皆さんが普通にお持ち の PC の性能よりむしろいいやつが手のひらに乗るということだと思います。でそれぐらい半導体の進歩集積移動ってのは激しいんです。これは今回多分ABC で講演も展示もしてくれると思いますけれども、ノルウェーの FXI っていう会社があって、そこが作ってるコットンキャンディー、綿あめですね、コットンキャンディーっていうマシンというか USB の大きさで、実はこれギャラクシーの S3 と同性能、これもデュアルコアですね、2コアですね。で皆さんがお持ちのスマートフォンから一番かさばってるのは実は電池、あるいはそのタッチスクリーン、それを取っ外すと実はこれぐらい小さい、多分おそらく100円玉1個もっと小さい。この USB だってコネクターが一番でかくて、で中じゃ本当に100円玉1個ぐらい、これでアンドロイド全部動くんです。でこういう姿を見るとアンドロイドってのは単に、まあ、携帯の姿、あるいはスレートの形をしていますけれども、タブレットの形をしていますけれども、もっともっと我々の生活のいろんなところに普及していく可能性を潜在的に持っている、まあ、それは iPhone に多分できないことですね。 Android はいくらでも形を変えられます。これも Android です。これは実は USB と HDMI の端子を持っていて、PC に差し込むとキーボードとディスプレイを乗っ取って Android の端末になっちゃうんですね。HDMI で家庭用のビデオに差し込むと実はそれが、まあ、Google テレビじゃないけどテレビ、 Google のテレビ画面になって、そういうこれがほんの USB の大きさ、21グラムだったと思いますけど、そういうものになってくる。でそういう変化っていうのが今も進行中、ますますまあ、これ以上小さくなっても意味がないと思われるかもしれませんが、こういう変化がどんどん進んでいるということです。で驚くべきことには、先ほど過去5年間のトランジスタの増加の話をしましたけれども、これからの5年間、2010年から2015年までの間に世界のトランジスタは、これはインテルさんの予想ですが、200倍になるというふうに言われています。非常に大きな変化、あるいは我々の生活のあらゆるところに半導体が入ってくる、あるいはいろんなデバイコンピューターが入ってくるということを多分意味しています。でそれが まあ、21世紀の最初の10年に起きたことですが、2011年、実は去年いろんなことが起きたと僕は思っています。でギャング4って言い方があります、ご存じで。これはGoogleのエリック・シュミットが半ば冗談交じりに悪ガキ4人組っていうか、ギャング4人組みたいな、そういう話をするんですが、
Google、Apple、Facebook、Amazon のことをGang of Fourという言い方をします。で僕はこれもちょっと偏った見方かもしれませんが、Gang of Fourの動きを見るのが今の IT の動きを見る上では一番分かりやすいというふうに僕は考えています。で、まあ、そのGang of Fourの活動を中心に去年の活動を少し見てみたいというふうに思います。まず一つはまあ、それぞれまあ、アップルがクラウドを始めました。 iCloud っていうのを WWC6 月に発表して、まあ、実際に動き始めたのは10月ですね。残念ながら日本はしばらく使えなかった。つい最近ですね、 iCloud で音楽がダウンロードできるようになった。それから Facebook、 これはユーザーが8億人を超えた。これもとんでもない数字ですね。それからこれは皆さんわりかし日本だと気がつかないノーマークかもしれませんが、アマゾンが Kindle Fire というアンドロイド端末を出しました。年の暮れです。11月の中頃ですね。これはでもなかなかネット上では iPad と比べると重いのダサいの格好悪いのってんで散々悪口を言われたんですが、去年のクリスマス商戦では圧勝ですね。多分500万台ぐらい売れた。で大成功だった。それはこれが実は後で、まあ、ネット経済のことでもう少しお話ししたいと思いますけれども、アマゾンが自社の、あそこはあれなんですよ、別にネット上のサービスも強いですけれども、クラウドも強いですけれども、物を売れる会社ですね。で、そこのアマゾンのポータル、本も含めて、それあるいは日本だったら水だってアマゾン配ってくれるわけですけれども、そういう能力を持っているのは多分アマゾンだけ、そういうコマースのポータルとして、投入した。だから狙いが全然違う。だけどビジネス のモデルははっきりしてる。でこれで大成功した。それからGoogle の動きの中で僕が一番注目しているのはというのはやっぱり暮れですけれども、Android の会社は皆さん Google チェックアウトをお使いになっていると思いますけれども、それを Google ウォレットに統合しました。でこれも非常に大きな変化だと思います。でこれは日本ですとお財布携帯という形で NFC でネアフィールドコミュニケーションで身近にあるんですが、アメリカはこのお財布そんなに使われているわけじゃないんです。で Google はここのところに注目して決済手段として NFC を使う、あるいは携帯を使う、そういう路線を打ち出しています。で Google の、コマース担当の役員によると、 Google は2014年までにスマートフォンの半分が NFC を装備しているだろう、そういう見通しを持っていますね。これに狙って Google ウォレットに決済手段を統合した。でこれはGang of Fourじゃない、マイクロソフトは実はGang of Fourに一生懸命、言い方悪いですけど、ついていってるって、なんとか遅れを取らないようにしてるっていう会社だと思います。で、あれだけ巨大で、あれだけ過去の実績ある会社が、やっぱりそういうのをチャレンジしてるのは、僕は素晴らしいと僕は思っています。で、去年、マイクロソフトがやったことで、僕が注目しているのは、スカイプを買ったんですね。非常に高い、85ドル払って、で、スティーブ・バルマーは、こういう言い方をしてます。マイクロソフトスカイプは数千万や数億人のコンシューマーを一緒にし、彼らに新しい興味深いやり方で結合するパワーを与える。で、トゥギャザーだとかコネクトというのは実は後でお話ししますが、一つ の理念でありキーワードなんですが、 MS はちゃんとそれをフォローしていて、でその手段としてスカイプを買う。これはスカイプは実は多分世界最大のキャリアかもしれません。で今はまだ統合されたばかりでまだ目立った動きはありませんが、 MS の戦略の中でおそらくスカイプはだんだん一つ の大事な武器として活用されていくことになると思います。で去年起きたことでやっぱり一番大きいのは要するに1年前振り返るとクラウドとクラウドデバイスで言いますと、まあ、Google は両方持ってました。クラウドも当然持ってるし Android も持ってましたが、Apple は素晴らしいiPhone、iPad というデバイスは持ってましたが、クラウドを持ってませんでした。で、マイクロソフトもクラウドを持ってましたが、デバイスは持ってます。Amazon も一緒ですね。それから、Facebook は両方とも持っていません。それがですね、マイクロソフトは Windows 7を始めました。それから Facebook がクラウドデータセンター、クラウドの事業を始めました。で、それから、これはもう面白いですが、Facebook は実は今、携帯を作ろうとしています。で、Buffy っていうコードでもらしいですが、でそれも多分着々と進んでます。でそういう形で
クラウドとクラウドデバイスの両方を持つ新しいプレイヤーが見事に揃い始めたということですね。ギャグ4は実は全てクラウドとデバイスの両方を持つプレイヤーになりました。 Facebook はちょっと遅れたんだけども今その道を進んでます。でこれは新しいことですね。でちょっとそのクラウドのデバイスのインパクトって少し日本の話をしてみようと思います。実は最近言ったかそのいろんな障害が頻発しています。でこれは昔から予告されたことで iPhone で AT&T のトラフィックは3年で50倍になったって話、まだ僕も何度か繰り返してますけれども、この1年の間で日本での通信障害が多発しました。ここ山ほどあります。一番下のはこれ面白いと思った面白いと思っていけないんですけれども、メールなどが書き換わる、これは多分僕も意外だとキャリアさん納豆を使ってるんですね。だからで祖母は思ってなんかキャリアグレードナットっていうらしいですけども、それを使ってることが分かりました。それからドコモさん、今年になってからもドコモさんが252万人に影響する事故を起こしました。で規模で一番でかいの KDI さんが2月に入って600万人が影響する事故を起こしました。で背景っていうのは何なのかっていうのを少し見てみたいと思います。これは1月12日のドコモの事故なんですけれども、これは実はある種典型的に今の問題を表しているというふうに思ってます。で、まあ、ネットワークのトラフィックが増えるのでドコモさんはその交換機を増設しました。見かけは11台から3台になったんですが、新しいマシンを投入して処理能力を88万パケットから180万倍増しようとしたんですね。でこれは正しい選択で、スマートフォンになるとどんどんデータが増えますので、そういう選択をドコモさんはしてあった。ところがですね、で副弊がありまして、制御信号で僕ら の携帯上の IP のネットワーク、実は電話のネットパケット交換網の上に乗っかって IP が走ってるんですよね。で IP がつなぐためには実は電話の世界できちんと手続きを取らなきゃいけないんですが、非常に大きな問題は11台が3台減ったときに、その電話のパケット電話の制御信号を扱う能力が27万5千万から14万1410万、半減したんですね。これは全くケアレスミスというか、だから実際にはIP のデータ通信で破綻したんではなくて、電話の世界で電話の信号を送るところで破綻したということですね。これは明らかにキャリア その制御信号の増加に対する見積もりが多分甘かったということですね。で、Android と制御信号も少しお話ししたいと思います。で、これも僕も実はあまり知らなくて、そもそも電話の下の IP 以下のことをよく知らないんで、で気がつかなかったんですけれども、実は意外なところに原因がありまして、皆さんの携帯、電池の持ちが悪いと皆さん常に感じていると思いますけれども、Android も iPhone でも電池の持ちを良くするために常に仕事がなかったら休眠する、アイドル状態に入るって、これファーストロマンシーっていうらしいですけれども、それを行っている。で逆にそれをやらないと電池はおそらく急速に減っていく。でそういう問題ですね。で PC とスマートフォンはそういう意味じゃデータ量と信号量の在り方って違っていて、PC の方がはるかにデータ量は多い、だけどスマートフォンが制御信号のはるかに PC よりも多いという感じになります。でそのファーストロマンシーっていうのは今言いましたように電池の持ちを良くするためにある意味徹底してスマートフォンの中でやられることですね。だからネットワークの接続について言うと、ネットワークはデータの一部がダウンロードされたらすぐ眠りに入る。で結局眠ってもどうせデータの焼きはどんどん続きますん で僕らはある意味ほとんど常時ネットの接続するという感覚でアプリケーションを作ります、使いますん で常に電話網を寝た電話網を叩き起こす、で再接続を繰り返すということですね。AJAX もそうだし、今流行っている LINE、Skype もそうですし、チャットもそうです。で見かけ上常設されているように見えても実際にはファートローマンスでデータコネクション実は断続的に切られてどんどん切られてて、でアプリによって電話網に再接続要求が何度も出てくる。で実はその一旦寝ちゃうと
のデータ IP の世界でデータがつながるまで実は30種類もの信号を出さなきゃいけない。これ変異図をコピペしたので僕もよく理解しない。一番下にアイドル状態があって一番右上に通信状態があるんですが、こういう面倒なことをいろいろこうたどり着くために30種類ぐらい信号を送る。でまあアプリケーションはそれとはお構いなしにファーストドローマンして電池が大事だってね、どんどん切っていく。それがどっか矛盾するんだ。で実はこの方はずっと予告予見されていて、これはヨーロッパの例ですけども、2年前から半年間の間にスマートフォン普及に伴ってデータ量は65% 増大したのに、シグナリング制御信号は実は 177% も増大して、これはやばいぞっていう警告が出て、それに対する解決策もいろいろ提案されていたようです。で残念ながらアンドロイド恥ずかしいんですよね。で機種別でこれ全然違うんです。で iPhone よりもアンドロイドの倍以上制御信号を乱発していたということですね。でアップルは実はこれ見れば iOS 4.0 はアンドロイドに対して変わらなかったんですが、 iOS 4.1 からそれをファーストドローマンスだいぶ改善して、簡単なことですね。アップルがやったのは画面がついていたらアイドルネットワークをアイドル状態にしないっていうやつですね。だって画面開いてを使ってるってことですから眠っちゃ困るんですが、それだけで大幅に制御信号を減らした。でその後もいろいろ改善をしてるんですが、アンドロイドダメでしたね。で今アンドロイドはこれグラフ見れば左上がアンドロイド 2.3 で赤いところがいっぱいあるのが分かりますけど、これは制御信号ですね。乱発し、グリーンの下のグリーンのやつが実はデータなんですが、データ以外に実は制御信号乱発してたんですが、アンドロイド 4.0 からこの改善されました。だから 4.0 そんなにないですね。だから制御信号問題を根本的に解決するには、まずキャリアの対応もそうなんですが、Google の責任も多分大きいというふうに思ってます。で残念ながらまだ 4.0 日本では普及してそんなに普及していません。でその問題は多分 4.0 待ちだと思います。まあせいぜい、ドコモさんとキャリアさんは開発者にもなんとか頑張ってほしいって呼びかけてますけれども、僕は基本的にはキャリアがきちんとシグナリングをハンドルする、それから次は Google がやっぱりアンドロイドを改良するのがまず先だというふうに思ってますが、皆さんも何かシグナリングを減らそうなんて皆さんあまり考えてないと思いますけれども、常時接続のアプリをちょっと工夫するだけでも少しは楽になるかもしれません。でこれから起きることって話を少ししてみようと思います。で僕は多分2つ焦点があると思う。1つは新しいネットワークメディアが躍進するということと、新しいネットワークマーケットが台頭する。でそれらが既存のウェブの拡大として現状することだというふうに思っています。で思い出すのは2006年に Web2.0 サミットがあって、これはマイクロソフトのデボラ・チャーパティという女性の方が非常に的確な洞察をしていたことを思い出します。これはクラウドという偉大な経験という話を彼女はするんですが、世界中の人々がいつもインターネットクラウドにつながっていると信じている。それはまさに我々が望んでいたことです。我々の顧客はここが大事なんですが、望んだものを望んだ時間に望んだデバイス上で売ることができる。でお客さんはみんなサービスはクラウドから来る。で僕らはクラウドデバイスを持っている。でそれがそういう世界が始まるんだということも7、8年前にこういう予告されていました。でクラウドデバイスの世界でもう一つこれから起きること大事なことは、クラウドデバイス世界がウェブの世界へ統合されていくことだというふうに思っています。でクラウドデバイスのアプリは基本的には Android、iPhone を問わずにネイティブアプリですね。Android ですじゃあ iPhone で Object-C で書かれるわけですけれども、エンタープライズもそういう経験があったんですが、エンタープライズは基本的にはエンタープライズのアプリはサーバーサイドのブラウザーベース、今 Web アプリっていう言い方をすると混乱するんですけれども、Web アプリに中年してたようにクラウドデバイス用のアプリもクラウドベース、マルチスクリーン、マルチスクリーンでマルチデバイスですね、どんなデバイスでもそういうものに移行していくが主流になると思います。だからその転換の鍵となるのは HTML とその関連技術だというふうに思っています。がもう一つ、これは繰り返し前から言っていることですが、巨大なクラウドと無数のデバイスが結びついて新しいプラットフォームが結合する、登場する。でこれは先ほどギャグ4が
両方のプラットフォームを手に入れたって話をしました。でこれはウェブの世界で新しいそのネットワークメディア骨組みを形成する。でこ あのウェブ上のネットワーククラウドとクラウドデバイスのネットワークは、まあ、21世紀の最初に携帯が圧倒的にあの8割以上 あの世界人口の8割に飲み込んでいったように、これからの10年間の間にあの世界中の人たちを飲み込んでいくのは、それは多分確実だというふうに思っています。もう一つ僕が注目しているのは、ネットワーク上に新しいマーケットができていくということです。日常の消費行動を含めて全ての経済行動がネットワーク上で行われる。で、まあ、そこから今のウェブのアプリのスタイルが踏襲されて、ただあのコンシューマー向けのクラウド、コンシューマー向けのシステムと比べてエンタープライズあるいはコマースですから、あのきちんとお金の計算を合わなきゃいけない。で、まあ、あのたとえあの200円100円の買い物をしても、あの自動販売機のコインに入れて、あのクジラのマークが出て今忙しいからちょっと待ってよくわからないって言われたら、多分あの100円だって腹立ちますよね。でそれはコンシューマーのネットの世界とあのエンタープライズとかコマースの世界に違いなんです。でもそれに応えるだけのあのエンタープライズ側のサーバーというかクラウドの、 あの正確なトランザクションが求められるようになるということです。でクラウドデバイスのウェブの世界の統合の話を少ししようと思います。あのマルチスクリーン、マルチデバイスを意識したアプリケーションが今のネイティブアプリからあの HTML5 中心のアプリになっていくというのは、あのこれは確実だと思います。ただどういうスピードでどういう規模で進むかはまだ分かりません。だけど背景にあるのは、あのマルチコア化されてパワーアップされたマシンがそれを支えていくだろうということです。で、まあ、HTML5 というのは皆さん多分あのご承知の方も多いと思いますので、僕はあのむしろその背景の関連技術、 HTML5 本体じゃないんですが、 HTML5 関連技術と言われているウェブソケットの話を少ししてみたいと思います。で実は先ほど制御信号のバーストの話をしたんですが、もともとはあのデータ自体があの爆発に増大するということで、であとでも少し述べますが、ウェブの技術自体の変化もそういうデータのトラフィックの増大をあの加速させていました。で今どういう話がされているかというと、これはあの冗談ですけど、ワールドワイドウェイト、WWW みんな待ってるんだって、遅いんですよね。それからもう一つで、ウェブは HTTP の可能性を最後の血の一滴まで絞り取ろうとしている。もうでも絞っても血は出てこねえよってぐらいまで実はあの絞り尽くしている。で実はウェブにはいくつかの世代があります。一つは HTML で直接ページを書いたようなスタティックウェブという時代があって、それからまあ ASP や JSP でサーバー側があの HTML あのを生成、動的に生成するようなダイナミックウェブの時代が来て、今は AJAX でストラクチャードウェブと言いますけれども、あのブラウザとサーバーが実はユーザーのアクションに応じてあのドムとかストラクチャーされたドムですね、ドムをどんどんあの書き換えていく。でこれが今ここです。でそれが今度はリアルタイムウェブと変わろうとしている。リアルタイムウェブというのはもっと巨大なデータをハンドルしてマルチコアの並行プログラム、並列プログラムをガンガン書いて、あのデータストアも単にリレーショナルデータベースじゃなくて、いろんなキーバリューやいろんなデータストアをたくさんあのデータ問題において使って、でクライアント側のテクリーも単に対応する。でそれからディプレイも可能、こういう課題があるんですけれども、今の現状はどうなっているかというと、やっぱり AJAX の問題でかいんですよね。常に実はサーバーとクライアントがあのリアルタイムコミュニケーションが起こっています。その上それでシグナリングでファストドーマン式でシグナリングが高すぎると、とんでもないことになるわけですけれども、まずポーリングといって定期的にあのサーバーを見に行って、でレスポンスを受け取る。でそれからもう一つロングポーリングっていって、まあ、できるだけ切らないで接続をして、これも実はリソースの無駄なんだと思いますけどね。それからストリーミングって仕様もあるの、これはまあ、 あのドカンとデータを受け取るんですけれども、あんまり対して複雑なことはできない。で結局何が起きてるかっていうと、 HTTP ではヘッダーなりそのリクエストレスポンスのトラフィックが過剰になっています。で本来は実はネットワークというのはあの双方向全20の TCP のソケットを使えばそんなものはあまりないんですけれども、あのウェブ あの今の HTTP は半20のリクエストレスポンスですね。でロングポーリングやポーリングというのはいろんな問題というかリソースの無駄だし、トラフィックを増やします。でかつ遅延が多くてといろんな問題があります。でもともと HTTP ってはそのドキュメントの転送のためにデザインされたもので、
で、まあ、リソースを指定して URI、URI URI を指定してリクエストレスポンスコムに繰り返す、まあ、だからキャッシュができるといろいろメリットもあるんですが、で半二重、あの 一時期を取ると情報は一方向にしか流れない、そういう作りですね。あと HTTP はステートレスって言いますが、状態を持たないので、あのリクエストのたびにその状態を確保するためにヘッダーを送らなきゃいけない。でそれをあの大きく変えるのが HTML5 WebSocket っていう技術で、これも非常に大事な技術だと思います。でウェブ上で全二重のソケットをあの確保するということですね。これはあの例ですけれども、あの検索フィールドにあの自動サジェスションがあるやつで、あの1文字入力したらサジェスションがドッと返ってくるってやつのトラフィックを比べたんですけれども、あの Google でも Yahoo でも同じようなサービスがありますけれども、これぐらい WebSocket だったらあの3バイトでできるぞって、あの場合によったらだからオーバーヘッドを1000倍以上あの低減する。これでもあの僕ちょっとインチキだと思うんですが、これ1バイト打ってるんで、これがただ1000文字打ったらそんなに簡単じゃねえぞと思いますが、まあ気持ちはともかくあのヘッダーが邪魔なんだと。これでも例にしてあまりにもヘッダーとあの本体の差がでかすぎます、ね。でまあそういう意味じゃあのただあのまあ標準的に大体あの1キロから2キロあのぐらいのヘッダーを大体1回のやり取りで持つんで、で最低1000人のクライアントがポーリングしただけでもう、ただ6.6Mbps の帯域を使う。で1万人がポーリングしたと66メガぐらいの、 あの帯域を使う。で10万人があのポーリングをしたらあの665メガ、そんな何万人もポーリングするかよと思うかもしれませんが、先ほど例えばドコモさんの企業だと252万人が影響を受けたというのは250万人が使ってるってことですね。それがあの AJAX でウェブのページを見てると、みんなそれがみんなポーリングするわけですよ。でそうするとものすごいヘッダーだけでもこれぐらいのパケットが使われる。でこれは今のシナリオ ABC で、あのあまり短くて小さくて分かりなくても知らないですが、あの下の方に平たく見えるのが実は Web ソケットを使うこれぐらいパケットが減るんだっていう話ですね。で、まあ、あの基本的に Web ソケットは HTTP のプロトコルを最初に使います。こういうあのゲットで、あのアップグレード Web ソケットアップグレードできますかって問い合う、これは全く HTTP ですね。でレスポンスがあのできますよって言ったら、今度は Web ソケットに本当にソケットに切り替えて、まあ、これ使い方省略しますけど、あのこういう形で Web の世界があの半二重からフルデュプレックスになっていく、そういう話ですね。で、まあ、ちょっとあの技術の話に偏ったので少しあの理念的な話をしようと思いますけれども、やっぱり今の IT 考える、多分個人の視点で考えるのは非常に大事だと思ってます。で個人が、の欲求が変化をドライブして、個人の意識の変化が、社会の規範もあのだんだん変えていく。とは日本とやっぱりちょっと変なところがあって、過去の体制が我々の意識を規定している、あるいはもっと別な言い方で法律が我々 の行動あの意識を決めていくというような感じがします。でグローバルに見て、あるいは今の時代を見て、どういう個人の期待がネットワーク の発展をドライブしているかというと、やっぱり一つの一番大事なのは個人と個人の自由なコミュニケーションですね。でこれは先ほど携帯がインターネットよりも爆発的に普及して、あるいはメディアで人気があると、これは個人と個人のコミュニケーションの最良のある意味では魔法のようなツールの携帯だからですね。文字が分からなくたって携帯使えますからね。それからもう一つは個人あるいはグループ自由な情報を共有すること、友達と同じ情報を持つこと、それがやっぱり非常に大きなドライビングフォースになります。それから個人の豊かな自由時間、そういう意味では現代の自由っていうのは自由なコミュニケーションや自由な情報共有や自由時間の享受で、それを守ることが我々の自由だというふうになります。で昔から言われた多分出版言論の自由だとか結社の自由で、そういう伝統的な概念は多分ネット上で多分翻訳されて、その中身は多分継承されますけれども、でそういうものが我々がIT 技術というのはそれを支える技術だというふうに思います。そういう意味で IT って非常にいい職業だし、いい技術だと思えばいいと思います。で逆にそういう意識、自由な情報共有あるいは自由なコミュニケーションはみんな好きなんだっていうところに沿うことによって、
我々のビジネスも成功できるということです。でもう一つは、実は情報は誰のものかっていう問題をみんなが意識し始めます。 でも大事なのは、誰が誰から何を何のために守るのか、で国の法律がハッカーから個人情報を守ってくれることが大事なのか、僕はあんまりそうは思わないですね。でまあ、国によってはもっとひどい国があって、あの言論の自由を獲得したり、あの国が盗聴や検閲をするって国もあります。だからそういうあのやっぱりあのいろんな視点でそのプライバシーのものは考えなきゃいけない。でまあそれはそれとして、あと情報共有ですね。まあオープンソースっていうのは、これは実は開発者のコミュニティの間の情報共有、あの開発世界から始まった情報共有のスタイルです。だけどこれは今 SNS ソーシャルネットワークが広がる中で、あのどん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 あのそういう意識が、情報共有についての意識が高まっている。それは後であの Facebook の例を紹介したいと思ってますが、あの SNS というのは実はそのかつてはあの会社だけの間のコンセプトだったオープンソースと匹敵する、あるいは広がりから言ったらそれとはるかにあの大きな情報共有のムーブメントになっているということです。で同時に経済がネットワーク化すると、あの匿名が許されたバーチャルネットワークと多分違う規範が必要になってくる。で個人情報も多分そういう意味ではちゃんとアクセス、だって僕ら名前を言わないでクレジットカードを使うこと、あのもらうことはできない、匿名でクレジットカードを発行してできないですね。それは個人、実在の個人にあの信用が与えられているからですね。逆にそういう範囲での個人情報がきちんと流れることは実は問題ないだと僕は思っています。で今まではバーチャルネットの空間とそういう、まあ、クレジットカードの余震の性が全く離れていましたが、これから経済がネットワークがさらに進むとその2つが出会う。でその何が起きるかというと、個人情報を出しちゃダメとか絶対匿名がいいとかそういう話ではなくて、ちゃんと実在の個人の情報をきちんと流通する、あるいはそれが あるあのルールに基づいて流通することも我々は認めなきゃいけない、そういう世界が始まってくるんだと思います。で情報の共有について、そうしたらこれ実はFacebook のザッカーバーグ、僕はあの素晴らしいと思っておりまして、あの彼の言ってることは非常に正しい、ある種あの理想論に見えるかもしれませんが、非常に的確にあの時代の流れを捉えているというふうに思っています。で Google と Facebook の社勢を比べてみると、 Google は全世界の情報組織アクセス可能するという意味ではほとんど達成可能なところまで来ている。でそれに対して Facebook の社勢は、 Facebook は本来会社を整えるために作られたものではなかった、それは次のような社会的使命を達成するために作られた、世界はもっとオープンでつながったものに。でこうやって2つ比べてみると、まあ、どっちもギャング4のエース格なんですが、まあ、Google10 年前ですけど、やっぱりちょっとテッキーですね、技術中心だけど、 Facebook はあの世界をもっとオープンで、あのオープンでコネクテッド、あのつながったものに。でこれは非常に違った種類のメッセージだと僕は思ってます。で彼らは実はあのメディアは社会へインパクトがあって、で要するにあの人々に声を与える、あのソーシャルネットワークの役割ですね。でそれは進歩を勇気づけて、で社会が想起されたやり方を変えてきた。でそれをあの我々はまたやろうとしてる。でそういう意味ではもうはっきりあの私たちの社会を変革するパワー、それがあの共有するパワーと一緒なんだっていう話をします。であとそのためには実は巨大なニーズと巨大なチャンスがあって、でそのを支えるインフラは多分全、確かにあの Facebook のシステムは巨大なものをですね、まあ、前例のないシステムを作ろうとしてるんですが、でそこにあの Facebook が貢献する、そういうスタンスですね。まあ、これはちょっと長いんで後で、まあ、あの資料公開してますので、ぜひ Facebook の、その彼らが何をミッションとしようとしているのか、あのそれを見ていただけると、あのソーシャルって言われてもあの日本であのソーシャルゲームだとかソーシャルなんたらってもっとはるかに深くて的確なあの展望をあのザカバーグが持っていることがよくわかると。残念ながらあのこれはフェイスブックの上場した時の文章なんですが、日本のメディア報道は後ろの方とかあの技術系はあの鉄筋なんとかだけ見てて、その冒頭をちゃんと紹介してないんですよね。だからぜひあのその大事なところを見ていただければというふうに思います。少し現実的な問題に移りましょう。もう時間ないですが、コンテンツサービスとクラウドの利用ですけれども、まあメディアはどんどん、これは音楽ですけれども、どん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 
長期契約してます。でこれはこの先10年持つとは多分覚えないんですけども、アマゾンもグーグルもアップルもフェイスブックも音楽サービスを始めています。で基本的には彼らの戦略というのはクラウド上で著作権を管理してマルチデバイス、マルチスクリーンに対応する。でアップルの iCloud だったら iPhone でも iPad でも PC でもテレビ、アップルテレビでも見れる。アマゾンも同じですね。でもっと進んでいるのはFacebook と Google が例えば音楽の共有サービスというのを始めようとして、でこれは友達であれば友達の音楽を実はリアルタイムで聴けるんで、これは多分日本著作権者、日本だけじゃなくて著作権者はとんでもないというでしょうね。だけど彼らの言い分は、友達から CD 借りて音楽聴くのは違法ですか。まあそれはそう言われると微妙だな。で彼らはそれをネット上でやってるだけですという話をするんですね。著作権者は多分頭きてると思いますけれども、これはどんどん進んでいます。で実は旧メディアってビデオの世界でも同じようにペイワンスプレイには一度お金を払うとどこでも見れるというクラウド上でコンテンツ著作権管理しようっていうのが動きが出て、これは去年のクレスでウルトラバイオレットって、これは非常にたくさんの GA が参加して、でもうほとんどあらゆるプレイヤーが参加して、そのウルトラバイオレットペイワンスプレイエニウェアっていうクラウド管理でマルチデバイス対応のサービスを作りました。これでもギャングブフォー一人も入ってないんでね。でまあコンテンツもいろいろワーナーだとかフリックスしかなかったんですが、去年はソニーだとかユニバーサルが始まって、でそういうようやく古いメディアもいろいろそういうのを動き始めたということです。でアメリカ面白くて、それがある種の新旧の対立になって現れてる。で実は去年の暮れにソーパー、ストップオンラインパイラシーアクトっていうのが出たの。当初は中国を名指ししてたような気がしますけど、どうもいろんな国がアメリカの知的所有権をネット上で奪ってる。だからそれはまあ最初は穏やかってみんなそうだそうだと思ったんですけども、ある時からちょっと風向きが変わりまして、でもう新旧メディア対決の様相を起こしましたね。で日本ではまだそういう対立ではないですね。みんな仲良く新旧でやってるのはそれでいいのかって気もしますけれども、もともとはアメリカの知的財産市場を守る。でそれをただアメリカの法律だとアメリカ国内にあるウェブサイトしか規制できないので、それを何とかしなきゃいけないというんで、まあ、ちょっと内容は少し乱暴だったんですが、青い字を見てもらう。インターネットサービスプロバイダーに対して違法サイトへのアクセス遮断、いや DNS を書き換えてそこを通らないにしろっていうことあたりからちょっと雲行きが怪しくなりまして、それはなんかおかしいぞ、やりすぎじゃねえぞっていう雰囲気に急になりました。で、まあ、こういう言い方、反対者はだからたった一つ、しかもそれは ISP が責任を持って取り締まれっていう話だ、それは ISP の責任なんだっていう話ですね。でこの法律はたった一つのブログの投稿を理由としてドメインすべて削除する。でこういうところがある。どんなサイトでも利用者が投稿したコンテンツを自力で取り締まるってはない。でこれはサイトにとっては非常に負担だ。ベンチャーも一斉に反発して、この法案を取ったら僕らは IT に投資しないっていうような話になって、で Google、Facebook、Amazon、 今 Yahoo もそうですし、 Twitter、OL、eBay、 まあそうそうたる企業が反対に入りました。ウィキペディアとかそういうのもあります。アップルは当初法案に賛成してたんですけれども、途中で撤回して、で今中立です。だからギャングフォーはこの法案誰も支持していないということです。マイクロソフトはまだし、アドビとかはマイクロソフトはまだ支持してるんじゃないかな。で反対運動は結構盛り上がって、インターネットの歴史で珍しいネットのストライキみたいなやつが今年の初めにありました。でまあ、ウィキペディアはじめ7000以上のウェブサイトがサービスを停止したり、画像を表示したりする。でこれ見ました、ウィキペディアのページが一時ブラックアウトって停電状態で、ウィキペディアにアクセスするとこういうずっとやってた英語版のウィキペディアですけどね、こういう状態で法案反対を訴えた。それからフェイスブックも下はグーグルですけれども、フェイスブック、これはザカバーグがやっぱりその法案反対の対応内容についてなんか60万人ぐらいがいいねボタンを押してましたけれども、下はグーグルが彼らは請願書面を集めて、これはまだ途中経過ですけど、最終的にはグーグルは非常に短い間に
700万の署名を集めて、で結果は審議延長、廃案じゃないですか、審議延長になりました。これは基本的にはハリウッドのコンテンツホルダーたちが法案を推進して、で新しいそのネットのプレイヤーたちがそれに反対するっていう形である種正面衝突した事件、これは今年起きましたね。で、まあ、時間ですね。新しいコンセ、まあ、ネットワークのプライバシーの問題ですけれども、歴史の針を少し戻すだけで我々にはプライバシーって概念ない時代が多分あったんです。でそれは技術と同様に多分歴史的に形成されたものだって視点を持つことは大事なことだというふうに思います。だから21世紀になってからもいろんな IT 技術とプライバシー問題が提起されて、でそうした議論を通じてだんだん緩やかにプライバシーについてのコンセンサスが生まれてきているというふうに思います。日本はなんかやっぱりその辺がおかしくて、いろんな衝突や対立を通じて議論が起きてコンセンサスができるというプロセスじゃなくて、なんか個人情報保護法を守っていれば、あるいは まるで申請不可侵な権利であるにプライバシーを扱ってちゃんと議論して、あるいはなんかそれでもうすでに現状で守られているという意識があるんです。それは多分良くないと思います。で最初のプライバシーの問題って、これは実は電話が最初に起きた頃にその普及を妨げた最大の問題として挙げられていたのは、実は交換手が電話を聞くじゃないかということだったらしいですね。確かにそうなんですよね。でもそれはそうとは知りつつ電話は便利だ、だけどこう話聞かれるの嫌だなっていうのが、でも圧倒的に便利だっていうのを勝ってバカせに電話普及しやします。で その後に自動交換機が導入されて、こういう問題も実はなくなっちゃうんですけどね。で、まあ、いろんな問題がありました。 Gmail の問題がありました。 Facebook の問題もあったし、去年だから Apple の位置情報の問題もありました。それから Amazon Kindle Fire もやり玉に挙げられて、で彼らは別にネットで騒がれてるんじゃないですね。もう国会というか議会に召喚されて大変な騒ぎになってるわけですよね。で Apple はこの位置情報について、これはプライバシーポリシーを変更して、これも稲盛かもしれないですが、お客さんはアップルコンピューターまたはデバイスのリアルタイムの周波数の正確な周波数データを収集し及び共有することがあります。でお客さんは録音所在について許可する場合は、当社に当該サービスのアプリケーションプロバイダーと所在地を共有することがあります。何が変わったかというと、こういうことを実は明記していなかったんですね。でサービスをやめるんじゃなくて契約の条項を変える、これをオプトインで認めれば、だから位置情報の収集は続けますということですね。これがアメリカのだから割り切り方っていうか、なんか日本だったら居直りだと思うでしょうね。これはフェイスブックに実は FTC っていうところにずっと睨まれてたんですけれども、で外部監査を受けることにしました。でここも面白くて、声明はで、フェイスブックにとってこの和解合意はユーザー自身が情報の共有をコントロールできるというツールを提供するという目標に向けて、我々が一貫して言ったことは全然違うような気もしますけれども、全然めげないんですよね。で政府やその国民の声に対してきちんとでも自分たちの見解を表明して、ちゃんと信じた道を進んでいくということです。でこのギャグ法というのは全然そういう意味じゃプライバシー法をどんどん変えるんですね。 Google 多分今年の3月にプライバシー法を全面的に見直しました。これは皆さんご存じですね。同じことがずっとあって、日本だとどっちかっていうと基本的には個人情報保護法を守りますっていうのを書いてあるような、それに過ぎないようなプライバシーポリシーが多いんですが、そうではどんどん変わっていく。でそれは非常に特徴的ですね。でこうした更新のスピードの速さや各社のプライバシーポリシーというのは、彼らのプライバシーポリシーが実は彼らのビジネスと深く結びついているというふうに考えればよく理解できます。で同時に彼らのプライバシーポリシーの少ない部分は、プライバシーの尊重を求める声に敏感に対応しているということですね。でネットワーク上でコンシューマーをターゲットにしてビジネスをしようと思ったのは、適切なプライバシーポリシーを設定しなければビジネスできないんですね。そういう意味ではプライバシーポリシーを 見直すこと、何が問題かをちゃんと答えること、それは本質的に重要なことなんです。だから日本その中でオプトインで事前了解を取るってことが大事だっていう意識がだんだん広まって、オプトイン、さっきのアップルもそうですね、お前ら位置情報収集してるじゃないかって言われたのに対して、ごめんなさいちゃんと書いてませんでしたっていう、そういう対応ですね。でオプトインで事前了解を得られればよしとする、そういう合意が多分形成されてたということです。
で、まあ、あのプライバシー方式っていろんな考え、多分あの僕が気にあの参考にできるのは2つ。1つは Google のプライバシー原則ってですね、技術革新とプライバシーの適切なバランス。でこれは Google は既存のテクノロジーの限界を超えるようなアイデアやサービスを追求しています。責任ある企業として Google は技術革新とユーザーのプライバシーセキュリティが適切なバランスを保つようにします。要するに技術も変わればプライバシーのレベルも変わる。だからそれはバランスを取ります。それはただユーザーの利便性とその兼ね合いで考えよう。これは、まあ、ある種折衷的な現実的な折衷論ですが、日本はここまでも言ってないです。ある種プライバシー論者はみんな原理主義者になっちゃう。でそれは多分良くないですね。でもう一つ、これは僕が一番進んでると思っているのは Facebook のプライバシーの見方で、要するにプライバシーと情報共有ってある場合には矛盾するわけですよ。で Facebook の考え方はプライバシーの範囲は自分が決定すべき、で情報共有と折り合いをつけるためにそういう考えが一番いいんだって考えます。自分でプライバシーの範囲を決定する、でそれは権利なんだというそういう考え方ですね。で僕が例えば住所の名前の個人を特定できるのは昔よくやってたんです。僕いたずらで雑誌の原稿に僕のサンプルに全部僕の住所の名前を、僕は個人情報保護ってあまり好きではなかったんで、住所の名前電話番号が全部書いて出すんです、そのデータサンプルに。そうすると編集者からいきなりもうすぐメールが来て、先生これ個人情報の開示はやめてくださいって、俺がいいって言ってんだからいいじゃないかみたいな、そういうやり取りを何度かしましたけれども、基本的には何を公開し何を公開しないかは法律じゃなくて本人が決めるべき。それがFacebook の考え、そのためのツールはきちんと丁寧に作ってそれを改良していく、それは大事なことだというふうに思います。でもう最後になりますけれども、経済のもの少しお話をしてみたいと思います。で全ての経済行為がネットワーク上で行われるような、そういう時代の入り口にちょうど我々は立っています。でもう金融の世界はネットワーク化が進んでいます。でこれはこれ僕調べてびっくりしたんですけれども、東京証券取引所って長い歴史を持っているのは、歴史上で最大の取引があったのは実は3月15日なんですね。それから歴史上で一番注文があったのは3月16日なんですよね。それからもっと調べていろいろ聞いて、地震があったのは3月11日14時46分で、株式の取引は実は3時までなんで、じゃあ14分はものすごいトラフィックが発生で、他のところはみんなダウンした。東証実はネット行き続けたんですね。その時にものすごい取引が殺到して、その波が実は最高ピークが15日、取引高でいうと15日、注文量で16日、それはピーク。これって僕らのちょっと震災後の行動とはちょっと違う。僕らはまず自分の身を案じたり、家族の身を案じたり、呆然としながら、もうマシンにしがみついて、史上最高の取引がいたんですね。で、そういう世界は、まあ、経済のネットワーク化、そういうことを可能にします。でまあ、あとは何度も言っているように GPS、NFC と個人の紐付けで、これは実は最強のマーケットツールになる。で、Amazon は自社 のコマース事業のポータルとして Kindle Fire を投入する。で、Yang 4で物を売れるのは Amazon だけです。新しいネットワークマーケットのある意味、そういう意味では一番強い力を彼らは持っているかもしれない。Google は逆ですね。金融の方に近づいてますね。決済手段に注目して、Google ウォレットで決済に介入しようとして。で、20年後 Google は、クレジット会社になってるかもしれないと思っています。まあ、一方 Google はそれだけじゃなくて、マーケットのポータルとして Google プレイと作りました。これもご覧になっていると思いますけれども、こういうやつ。これは残念ながら日本だと4つのサービスあるんだけど、2つしかないんで、これも明確に日本の遅れですね。日本はビデオとアプリしかない。で本もできないし、それからなんだ音楽もできないですね。で、まあ、最後になりますけれども、まあ、技術の発展というのはどんどん新しい技術の課題と一緒に新しい社会的な問題を作っていきます。でクラウドクラウドデバイスによるウェブの世界の変化は実はそういう問題最前線ですね。で一見すると誰もが満足する回ってないように見えて混沌と矛盾があるように見えますけれども、で我々自身も実は態度保留の問題はたくさんあります。ただよく考えないといけない。でその上で多分何らかの立場を決めなきゃいけない。で大事なことは、まあ、皆さんは開発者ですから方が多いんで、技術の変化その発展方向をきちんと見さ、これは皆さんわりかし簡単できると思います。難しいのはその中で自分が社会の中でどういう役割を果たすのか、自分のビジネスはどういう方向を、自分のビジネスをどう組み立てる、これは難しいですね。
でそこでつなぐのは実は社会がいろんな矛盾をはらみつつも新しい理念を生み出して、これはできればぜひ打ち返ってからでもザッカーバーグの僕の資料を読んでほしいんですけれども、まあ、ここにいるコミュニティの人でしたらオープンだとか情報共有だとか総合互恵、そういう理念というのが実はまあ、グローバルな理念としても登場しつつあることは多分気がつくと思います。で実は理念というと難しそうなんですが、僕らまあ、技術者が技術の未来を見るのは簡単なように、人間にとって実は価値観を持つのはそんな難しいことじゃないんですよね。むしろ価値観がない方がおかしい。だからそういう意味ではそういう意味では皆さん若い世代が大胆に深く考えて大胆に行動する。でそうすることによってやっぱり日本の今の現状アンドロイド 6% とか 2% ショックだったんですが、なんとかもう少しアンドロイド普及するために皆さんと一緒に頑張っていきたいと思ってます。今日はどうもありがとうございます。丸山先生ありがとうございました。